バレーボール男子日本代表はパリ五輪でメダル獲得が期待されているが、時代の日本を背負う若手らを中心とした B 代表が韓国招待試合で遠征中。そんな中、一人の日本人選手が地元、韓国の女性ファンのハートをわしづかみにしている。画像、本当にアイドルじゃないの。ユニフォームを脱いだ高橋慶保の超貴重プライベートショット。それは20歳の高橋慶保。 これまでもモデルや俳優のような容姿がたびたび話題を呼んでいたが、K-POP のアイドル文化が根強い韓国で熱視線を浴びた。勝利した14日の韓国の試合をチェックしたファンから SNS 上で悲鳴が。本当にアイドルじゃなくて、バレーボール選手なの、K-PO 選手、本当に可愛いから今回のコリアンカップで韓国ファン増えてほしい。かっこよすぎ、こっちに歩いてくるたびに心臓が痛い。 イケメンなだけじゃなくて、バレーボールも上手すぎ、実物の方がかっこいいのに、カメラに収めきれない、博物館から出てきたくらいのビジュアル。漫画の世界から出てきたのこんな声が続出し、韓国の女性ファンを虜に。現地人気が沸騰している。高橋は昨年のアジア大会で、国内外のファンから注目を浴びた期待の20歳。放題3年生で、 今月にはファースト写真集も発売され、2028年ロスボリンで期待される逸材だ。